どうも、三平でーす。どうもでーす。最近もう週に2回週に2回ドムさん。今はね、あの、僕ちょっと一つ言わせていただきたいことがあるんですよ。おう、どうした？先日ね、登録者数2000人。うーい、ね、これはね、もう、まあ、もちろん皆さんのおかげもあるんですけど、ドムさんのもうおかげ、いえバリバリなんで、いつもありがとうございます。こちらです。ありがとうございます。まあ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 じゃないけど、これからもよろしくお願いします。てれてれ。そう、まあね、今日もまたここ来てるんですけど、今日何しましょう。何しようかな。僕はね、今日絶賛肩めっちゃ痛くて元気ないでしょ。元気な。めちゃめちゃテンション低めなんですけど、まあこれはね、動けない時どんだけつまらんかっていうのは分かってもらいますね。ちょっと今日はできることだけリハビリね、はい、やっていきます。オッケー。なんで僕はプッシュ系がね、ちょっと痛いんで、ちょっとプルにフォーカスして、うん、できる範囲でやっていこうかなと思います。ノンさんは？俺はこの間に引き続きね、ワイドのマスルアップやったりいろいろしてみようかな。わかりました、うん、まあ、お互い分析しながらわちゃわちゃやっていきます。何すんの？ワン、まあ、サポートありのワンアーム、うん、まあ、リング足チンアップかな、うん、ちょっと一つ言いたいことあるんですけど。何ガチで気になることあったらバシバシ言ってください。俺が？まあお互いですけど。オッケー。せっかく一緒にランニングしてるの。じゃあ言わせてもらうわ。はい、気になるとかあったら極力左手には頼らず頼ってんで、極力ね、極力。ごめん。このままこっち。これでもいい練習方法やね。そうなんですよ。うん、全然できへんから、これ筋力トレーニングですね。うん、必要ね。うん、これやったら痛くない。体も温まってきたところで、ちょっと一発やってみようかな。ワイドでね、正面からでいいですか。うん、これもうちょっとこっちに入れといた方がいい。あ、そうっすね、タバコのポイ捨て映るんで。タバコのポイ捨て以来。やってみよう。あ、温まってないな。もうちょっと温めましょう。うん、そしてやっぱめっちゃ来てるわ。今日はやめといた方がいいんじゃないですか。今日はなんかそやな、プルしましょうよ、プル。やばい、引けっていうのが。引こっか、引いた方がいいんかな。ベーシックプルワークアウトをしましょう。そうですね、そうしよっか。俺もこれやってみようかな。バンバンも行きます。バーン一回飛びます。そう、このまま行きます。いや、このまま。今全然パワー使ってないし。イエス。ほんまに苦手。正面がいいかな。この初動ができへんねんな。そこも後でやりましょう。おう。なるほど、ね。超えればいける。でもこっちめっちゃ使ってるけど。改善点わかりますよ。ま。ここの距離がありすぎなんですよ。顔と？そうそうそう。ちょっと反対にしていい？はいはい。顔寄せる？そうなんですよ。チュッチュ。二頭筋チュッチュ。ほんまか？ほんまっす、ほんまっす。僕めっちゃ寄せてたでしょ。寄せてた。なんでそんな気持ち悪いことしてんやろと思ってた。ほんまにあれコツなんですよ。こうか。あー、でもなんか引けるような、引かれへんようなやな。ちょっと練習、ちょっと練習しましょう。しよう。二頭筋チュッチュね、見とこう。さっきもやってるの見たけど、こっちはもう絶対伸ばしとく。うん、で、ここでこの辺結構寄せといて。はい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 。
なるほどね。あと肘絶対入れますね、うちに。入れるって多分ノブさんも入ってたと思います。入れるってどういうこと？こう引いていくんじゃなくて、ああ、絶対こう、うちにね、右肩痛くてサポートがしんどいんですけど、うん、なんかこう見すぎて斜めになってたこうやな。ちょっと高さをね近づけたリングの設定にしてますが、うんうんうん、下げた方が楽なんじゃん。そんなことないです。オッケー、つべこべ言わず早く早くそれはもうここが離れてる。ああ、ツッツチュチュチュッチュ足らんチュチュ足らん。誰かな状態の向き。あ、そうそうす、顔を行くっていうよりも、あ、そうそうす、肘も入れてくる。両もに、両もに刺すな。そうなんですよそうなんですよあかんわ、こっち肘曲がるわ。なるほどね。裸になって、あの多分動き肩甲骨とか分かりやすいと思うんで、ちょっとでも今片手で上がられへんから、はい、左手もちゃんと使って、はい、でネガティブで分かりました。使うポジションを意識してみる。はい、どこがっすか。ここここここ見とうか。でも機能使えてますもんね。せやね、無理したらあかん。でもやっぱり上がるとき弱いな。やっぱ肘の開きがめっちゃ気になりますわ。せやな。はい、あれどうやった。よいしょ、ここが入らへん、全然肩弱しそう。 OK じゃないです。 OK じゃないですそういうこと。そういうことじゃない。ちょっと。なんて。ノブさん。ん。ちょっと懸垂しましょう。え？懸垂。え？懸垂。プルアップ。分かったよ。せっかくここの公園、これ運転もいいね。あるんで。うい。今日は僕も初心に帰って、まあ、うん、僕はまあ結構普段からやってはいるんですけど、しっかりあの肩甲骨も活性させてからやるプルアップ。はい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 。ベースかね。はい。そこをちょっと今日はやり込みたいなと。思います。 OK、 とりあえず10回いきます。10回です加勢させて1回ストップ。はい、5、
いいっすかこれで。ちょっと相談したいっす。ちょっと火星の部分、火星でやってます？火星寄せて下げる、なんか中途半端気になるかな。上がる時も開いてるもんね。どうなんだろう、ちょっと僕も撮ってもらって、ちょっと本部確認してみて、okay. はい、三平くんのプルアップ。ちょっとね、僕最近こっちが痛いんで、うん、なんかちょっと偏るかもしれないんですよ。そこの辺もちょっと指摘してもらえたら嬉しいなと思います。 OK、 分かりやすいんじゃ。なるほどね。ママ、さっきご飯無駄やったやろ。さっきさ、はい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 、今のなんかバランスボールが折りたときに取ってたから、それでなっただけやから、気にせんといて。うん、バランスボールが取ってただけ。うん、取ってただけ。あ、うん、俺のは火星があんま入ってないよね。これがスキャプラ、何やっけ、プルアップ。手が寄ってます。うんうん、寄ってる寄ってる。俺のはそれあんま寄せずに胸上げてるだけって感じ。こういう感じ。はいはいはい、それ。あ、ちょっともう一回やって。あー、ナイス、わかりやすい。さっきのワンアームのやつとかも、やっぱ最初初動は絶対ここが一回入るんですよ。はいはい。だからドムさんもここ強くなったら鬼に空棒。間違いないですよ。なるほどな。じゃあスキャプラープルアップを。スキャプラープルアップ。スキャプラーは肩甲骨って意味。はい。で、俺がつやつ。そうですね、そうですね。胸を張りに行ってるだけっていう感じですか。今それ意識してくれたんですね。火星。はい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 。入りましたね。入りましたね。それで引いてみようかな、一回。はい。ちょっと3回ぐらい。お願いします。5回ぐらい。はい。引けるかな。入ってますね。感覚どうですか？全然全然ちゃいます、うん、あー、来たなこれ。いい感じ。よかった、うん、よかった。いや、ほんまに、いや、だってこれさらに強くなりますもん。いいっすね、これね。ちょっとやろう。しっかりね、背中に入れるためには、あ、で、今せっかくこうやってうんってやるんで、じゃ次はこのグリップでやろうと思います。しっかり加勢させた状態で、今回は下ろしても加勢させたまま。まあ、なんかしっかり背中鍛えたかったら、やっぱこの加勢させた状態でやることがかなり重要ですよね。ですね。で、ノムさんさっきおっしゃってましたけど、結構そのマッスルアップはやってはるじゃないですか、うん、でもこの動きってマッスルアップじゃ一切使わないじゃないですか、うん、マッスルアップの懸垂って言ったら、ここを結構まっすぐにしたまま上げる。ですよね。ちょっともうパワーないけど、うん、こういう感じやから、これと背中を鍛えるための懸垂って別物なんで、しっかり背中鍛えたい場合はこうこうですね。パワーないわ。元気かよ。これをみんなやった方がいいと思います。オッケー。はい。
今日もありがとうございました。お疲れでした。まあ、ちょっと元気なかったんですけど。でも途中元気やったやん。やりだしてね。やりだしたら、ね。やりだしたら暖かくなってきて、またハイになってる。でも不完全燃焼やね、今日はね。そうですね。うん、まあでも僕も今日は新たに、言葉を失った。あの勉強させてもらって。得れたんでね、うん、また新しいもの。俺もだいぶいい刺激もらいました。ありがとうございます。引っ張ろう。頑張りましょう。うい、これですかね。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまた。バイチャー。